皆さんこんばんは。株式会社サンイチャンネルです。イエーイ。本日は1月18日なんですけど、動画アップされるのは1月21日になると思うんですけどね。本日静岡県は677人のね、コロナ感染が出たみたいなんで、掛川の街の様子をね、今からね映していきます。本当観光鳥なんでね、皆さんね、ぜひ駅から行きますんで見てください。それじゃあ行ってくるよ。正面が駅なんですけど、まあ駅前のお店も全然入ってないですね。先ほど一周してきたんですけど、おしゃれな飲み屋さん、今はお客さんはゼロですね。そちらにもあるんですよね、おしゃれなお店が。そちらもお客さんゼロですね。持続化組合さんね、こちらね、持続化組合さんはね、お客さんがね2、4、4人ぐらい入ってますかね。あ、もうちょっと入ってますね。6名ぐらい入ってますね。それで屋台寿司さんね、屋台寿司さんはね、ピンピン2ピンですね。それね、今日はねこっちを渡りますね。あ、一回こっち渡ってからにしよう。ここね、おしゃれなバーもお客さんが2人入ってますね。人気店なんですけどね、魚湯さんも。魚湯さんは中の感じが見えないんでちょっとあれですけど、まあちょっとあれですね、あんまり入ってる感じはしないですね。それでね、こうラーメンのね、味付けさんですね。ここがね、人気のラーメン屋さんです。フクロウにもありますしね、美味しいラーメンです。また今度紹介しますね。キャバクラ、こっちはね1店舗営業するみたいですね。これ居酒屋一歩さん、なんかあんまりガヤガヤしないですね。ここね、掛川の繁盛店、新時代さんね、どうかな。中はちょっと映せないですけど、中のお客さんはね5222ですね。11名入ってますね。戻ってきます。緊急事態出てないんですけどね、やっぱねお客さんはすごい少ないですね。オミクロンですけどね、まあ風邪みたいな症状って言いますけど、やっぱ出ない方がいいって思ってる方が多いんじゃないでしょうかね。これ緊急事態でまた静岡の川勝知事はね、あんまり出すような方ではないですけど、実際のところあれですよね、出してほしいって思ってるお店結構あるんじゃないですかね。やっぱりね、数人でやってるようなお店なんかはね、出してもらった方がお金が儲かるみたいな感じでね。アンメゾンさんはね、お客さんが4人ですね。4人、ちょっと新年会みたいな感じですね。葵屋さんはね 1,2,3,4,5,6,7,8、 青江さんが8人、誠屋さんがね 1,2,3,4人ですね。やっぱ出してほしいと思ってるとこ多いんではないでしょうかね。そう、先ほどの続きですけどね。そしたらね、多少はいいみたいな方がいると思います。でもね、企業でこうやってる飲み屋さんとかね、やっぱ雇用をねたくさんしてる飲み屋さんはね、実際のとこ緊急事態とかまん延防止は出てほしくないと思ってるんでしょうね。私たちもそうですけど、1日数万円もらったとこで人件費すら出ないんでね、やらせていただければと思いますね。なんか今年は静岡市、浜松市、いろんな方にね聞くとね、緊急事態とかまん延防止が出ても今回は営業するよって言ってる企業が多いですね。私たちの会社も緊急事態とかまん延防止が出ても多分営業すると思います。今回はもうね、これ以上なかなかね休めないというか、まあ、会社自体がどうこうっていう話じゃないんですけど、やっぱり本当にお金がない、働かないとお金がないっていうね子たちもたくさんいるんでね、その子たちが補助金とかね、そういうのをねもらえるんであればいいですけどね、やっぱりなかなかもらえないんで、多少なりともね営業してあげないと、その子たちのね給料出してあげないとっていうところがあるんでね。まあ企業って大体皆さんそういう考えだと思うんですよね。雇用をどう守るかとかね、普通に政治家の方たちデスク座ってるとかね、ちょっとしてるだけで給料出る方たちはいいですけどね、やっぱ僕らみたいな末端の人間はね、働かないとねなかなか食べていけないんでね、みんな思ってると思います。本陣通りですね、屋台村。今日はね連打子さん休みですね。ここ人気店のね焼き鳥なんですけどね。あ、大将こんにちは。松山です。柿川の街の様子を撮ってました。どこも入ってないですね。ダメですよね、本当に
やばいですよね。今横岡さんの大将にねお会いしましたけど、前撮らせていただいたね横岡さんですね、暇だって言ってましたね。一生奥まで行ってみますか。ちょっとこうね綺麗なんですけどね、街並みは。左のお店さんにねお客さんはいますね。あとはどうかな、はい、他はあんまり入ってないですね。うん、寂しい感じですね。寂しい感じですね。左のお客様に、左のお店に1名様いましたね、今ね。奥のお店にもいますね、仕上げ屋さんね、お客様。さあ戻りますか。本当綺麗なとこなんでね、このね本陣通りね。皆さんもねコロナが落ち着いたらね、ぜひね盛り上げに来ていただけるとね、掛川の街もね多少は良くなるんじゃないかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、屋台って書いてありますね。ここ人気店なんですけどね、この横がね連打子さん、ここねうちのチャンネルでも袋の連打子さんはね紹介してますが、掛川はしてないですねまだね。ここは本当にねコスパ最強なんで、もう本当に来た方がいいです。皆さん、さあ戻ります。どうですかね、こんな感じですね。そちらもね居酒屋さんですね。なんかあんまり靴もないんでね、あんまり忙しそうではないですね。ここも可愛い子がいるスナックなんですけどね、まだ営業前ですかね。ここスナック一輪さんもありますね。奥のね居酒屋ね、こっちもどうかなっていう感じですね。まあね、街がねこれ車はね結構ね掛川の駅前に塾があるんで、塾の向かいなんかにね来てる方がいるかもわかんないですね。でもこれ見てください、向こうまでね人が全然いないですね。なんでね皆さんね気をつけてと言ってもね、なかなか運もあると思うんでかかっちゃう方もいると思いますけどね、もしかかってしまった場合はね家でゆっくり安静にしていてください。1月20日ですね、本日は静岡県1050人出ました。これね、いつも満席の連打子さんもあんまり入ってないですね。それで本陣通りね、入ってきます。今日はどうか、ちょっとね、お客さん映せませんがね、まあ、2名様、1名様、お客様1名様ですね、左側の右の店舗1名様、ここ入ってますね、結構入ってるとこ入ってます。1名様、右のお客様はね6名様が入ってましたね。いいですね、一番奥はねお客様がね 2名様ですね。今日はあんまり出てないですね、今日も。やっぱこうなると増えちゃうとなかなか皆さん出ないですね。じゃあ駅の方戻ってきますね。もう静岡県もまん延防止が決まりましてね、来週ぐらいから出ますけど、まん延防止どうなんでしょうね。今回のまん延防止は結構営業するとこ多いんじゃないですかね。多分やるって言ってるから結構いるんでね。はい、アンバさんね、はい、一輪さんもねやってますね。やってますがほとんどあれですね、人は歩いてませんね、全く歩いてないね。はい、こちらもね全く歩いてない状態ですね。ちらほらですね、本当に一つの居酒屋さんに一組二組って感じがあれですね、入ってる感じですね。でも静岡県も緊急事態がね始まるっていうことでね、来週から出ますけど、今回の緊急事態はね結構やるとこ多いんじゃないですかね。はい、やっぱ雇用を守るためにやるっていう方もね結構いると思います。皆さんねいろんな考え方があるんでね、何を言ってるんだボケかすクズって言われるかもわかんないですけど、生活できない子たちもいるんでね、そういうのはね出勤させてあげないとご飯が食べれないっていう子たちもいるもんですからね、
そういう形でねやらせていただこうかなと思っております。まあコロナにかかりたくないよって方は家から出なければいいんでね、全然その人の考え方があると思うんで、私はもう俺は絶対コロナにかかりたくないっていう方はね、ずっと家の中にいてね、誰とも接触しなければいいだけの話なんで、まあリスクを背負ってもね、やっぱご飯を食べないといけないっていうのがあるんでね、はい、考え方いろいろあると思いますが、批判とコメントください、全部ブロックします。以上はい、杉田さんね、ラーメン屋さんね、うちのチャンネルでも出てますが、美味しいラーメン屋さんですね。杉田さんも入ってますね。その横、みぞおさんですね。はい、この一番角がみぞおさんね。奥の真ん中のみぞおが入ってますね。靴結構あるんで、座敷にお客さん入ってるんじゃないですかね。うちのチャンネルでおなじみの遠州誠屋さんね、入ってますね。3組入ってますね。2人でね。はい、うちのチャンネルでおなじみの遠州青屋さんね、何人入ってるかな。あ、1人だけですね、お客さんが。この横のね、中華料理屋さん金柑さんはね、3組入ってますね。それで、ね、屋台寿司さんは入ってましたね。団体さんが入ってましたね、7人ぐらいの。あと2人のお客さんがいました、さっき見た時に。この奥にね、新時代さんね、うちらのチャンネルでもやってる新時代さんあると思うんですけどね、新時代さんはやっぱね、昨日も結構入ってましたね、あの後で今日も入ってました。キャバクラなんかはね結構やってますね、どこも今日は。まあまだまん延防止出てないんでね。でここね、フクロウの木さんね、あと高野さん、その階段上がったとこね、ここはねめちゃめちゃお客さんいますね。昨日大将と話しましたけど、昨日暇だったって言ってましたね。まあ普段はすごい入ってるお店です。まあまたうちのチャンネルで紹介させていただきます。それでね、こちらがね、遠州屋さんね。遠州屋さんはちょいちょい声聞こえるんで、中から多少お客さん入ってる感じですね。中見えませんけど、うちの店舗はね元気に営業中です。はい、女の子削りませんのでよろしくお願いしますたくさんいます、ぜひお待ちしております。はい、皆様、19日と20日の様子でした。ね、掛川はね、人いませんけどね、まん延防止出ましたけど、いろいろやる店舗あります。うちはやりますんでね。まあ、いろんな批判があると思いますが、ご飯を食べるためにはね、やらないといけないんで、すいません。よろしくお願いします。それじゃあね、みんな、バイバーイ。